ちら、さぎ坂さん、今日はちょっと DNA 関連の話です。はい、お、来たね。はい、まあ、ちょっと心配な話なんですけれども、はい、バウアー投手、あの先日ね、ちょっとあの滑り込んだというか、その際に、痛めた怪我の具合なんですけれども、はい、右腸腰筋 AEV 損傷ということで、今2軍施設でリハビリ中、ただ CS 復帰も視野もという最新情報が入ってきました。最短で10月中旬にスタートする CS のファーストステージでの復帰を目論んでいるということなんですけれども、これ豊さん、どの部位になるんですか？あのね、サッカー選手がよく痛める部位なんだよ。サッカー選手がですか？あの、はい、ボールを蹴ると痛いというか、はい、そういうこう、なんていうの、股関節、股関節のちょっと上の方の奥の方なんだよ、はい、へえ。だからこうやってパッとこう蹴ろうとするとピッて痛くなる。なかなか野球選手ではあまりない。伸ばしちゃったんだよな、あの時にってことですよね。ああ、身体能力高いなあれでピョーン投げるんやからそうですよね。だから、お騒がせだな、いろいろいろんな意味で、ね、いろんなことやってくれるからさそうですよね。ただやっぱこのチームが大事な時期にバウアー投手がいないっていうのはすごい大きいというか。まあそうだな、でもこれがクライマックスシリーズに投げれるってなってくると、ものすごい大きな戦力になってくるよ。これ中4でファーストステージから行くとなると、もちろんあの CS の次の段階に行った場合はもう一回投げられるってことですね。いやだから先輩頭で投げさせた方がいけるんだったら。そっかそっか、そうそうそう、今やエースだからね。そうですね、 DNA のエースですよ。だからまあ頭で生かして、はい、中4で次の登板勝てればね、はい、あの行った方がいい。そうですね。ただやっぱ右のその股関節というか、ここのそのリンパの奥の方になると、うん、どうしてもリンパっていうかね、リンパの上の方のちょっと奥の方になるんですか、うん、これ投げるときはどう引っ張られると痛いだろうな。だから足をこうやってグッと引っ張るとまた蹴るときに痛いと思う、はい、あ、これ完全に痛みが取れるまでは登板できないって。いやだからどの程度かわからないから、はいはい、怪我したのはその箇所で、うん、そのところってあんまり怪我するところじゃないからさ、うん、ちょっと心配だけどね。そうですよね、うん、だけど軽度だったら、うん、まあそんなに長くはかからないと思うけど、まあ、重症だと本当に半年かかるようなサッカー選手もいるからね。あ、そうなんですね、うん、だから、まあ、ちょっと心配ではあるけども、まだその、 あのボールを投げてるとかそういう情報はなくて、とにかく今二軍施設、練習施設でリハビリを行っている、うん、稼働可能な範囲の部位のトレーニングはもう積んでいる。もちろんそうだ、ね、で歩行ももう正常に近い状態になっているという、まあ、歩行はできるよ、歩くことはできるけど、できるできる、ただ動かした瞬間にその角度の問題なんだよね。例えばこうボールを蹴ろうとするときとか、はい、まあ、蹴らないけどね、ボールは、うん、ただプレートから足をこう離す瞬間とか、はい、まあ、そういうところを確認しないと、まあ、何とも言えないんじゃないの。だからまあちょっと心配ではあるけども、はい、でも投げられると大きな戦力だよね。そうですね、うん、で一応通常完治まではだいたい4週間から8週間程度を要するっていう、まあ、そうだよ、はい、いやだから間に合うのかどうかっていうのがわからないよね。そう、もう本当に4週間から8週間になってしまうとポストシーズンの出場絶望的にまでなっちゃうので、もちろん、ね、あとはやっぱり回復力だったりとか、うん、まあ、回復力はありそうだもんね。ありそうな気しますよね、うん、強いよね、体がね、うん、タフな気がします。強い人が痛めると長い時あるからね。その強かっただけにね、その強さを取り戻すのに時間がかかったりだとか、うん、まあ、心強いけどな、クライマックスシリーズな、大きいですよね。だから、まあ、東がいて、はい、まあ、今永は勝てないからね最近、うん、まあ、バウアーがいて、バウアー頭にいったら仲良くで投げてくれるから次も、それほど心強い人間はいないけどね。そうなんですよね、唯一仲良ができるのがバウアーだけなので、まあ、バウアーだけってバウアーしかやってないんだけどね、はい、他のピッチャーもできるとは思うんだけども、うん、慣れっていうね、はい、まあ、そういうこともあるからね、うん、でもう一方で、はい、オースティン選手、誰だっけ。いや、オースティンです。いたっけ。オースティン・マホーンじゃないですよ、オースティンの方です。オースティンいたの。いました、いました。4年契約なので来年までは
DeNA にいるあのオースティン選手なんですけれども、うん、あのヤフーの質問でも結構質問コーナーでベイスターズのオースティンはどうしたんですかとかそういう質問も来ているんですけれども、今肩捻挫してるんだろ。そうです、右肩、何して肩捻挫すんねん。6月そうですね、でずっと今リハあの下にいます。で先日は誕生日も迎えられて、あ、おめでとう、おめでとうございます。あの公式がオースティン誕生日おめでとうって言ってこう笑顔を浮かべていた写真載ってましたけど、まあ怪我っていうのはね、はい、まあ、仕方ないけども、うん、そうかと思うよね。なんか疑っちゃうよね。申し訳ないけど、いや、まあ、これは疑っちゃいけないけど、はい、疑われても仕方ないんじゃないのって。そうですね、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。それね、あの宮本さんが DeNA の石井コーチだったりとか三浦監督にちょっと話を聞いたところ、まあ、動画でも出していましたが、もう今シーズンはオースティンはいないものと思ってくれる。毎年いないもんじゃない、そうですね、ほぼご疑問じゃない、あ、もうそうですね。ということで今シーズンはもういないということで、もう帰ればいいじゃん、アメリカに。あ、向こうで治療に専念する、うん、でも試合に出てないさ外国人でお金ばっかりもらって、うん、見栄えが良くないよね。そうだからもう帰らした方がいいと思うよ。本人もどう思ってるんでしょうか。本人は金が入ってくるからいいんだよ。そうか、なんか申し訳ないなとか、もらってるのに出られなくてみたいな、それすら感じなくなってきたよね、うん、もう最初はオースティン怪我した、はい、出たいだろうなとかいろいろ思ったけど、うん、DeNA で金持ってくるのかみたいな、そうなっちゃってるから。ただね、オースティンは怪我に弱い、まあ、あの出てる時も契約前、はい、大型契約の前にも完璧じゃないと出たがらないんだよ、うん、そういう性質を持った選手だよね、はい、だからまあそういう性質を持った選手に大型契約をしてしまったっていうのがまず一つです、ね、そこですね。でももうしないと持っていかれるという恐怖があったし、でも持っていかれた方が良かったんだよ。そうですね。で一応来年は頑張るみたいです。いや、それ頑張るでしょ。また契約を取りたいがために。でもこうなると仮に来シーズン成績が良くても DeNA 側は単年契約ってことに変えますよ、ね。いやもうね、俺そんなに甘くはないと思うよ、うん、それ本当に痛かったらさ、うん、まあ痛いんだろうね。まあ痛いんだと思います。までもここまで働かなかったら大型契約、うん、俺来年神様はそんなにねいいことは与えないと思うよ、うん、人は平等に作ってるはずなんだよ、はい、いやそうでもないな。まあ、ね、平等だ。まあそうですね、そうだ。だから来年はなるように決まってんだよ、もう生まれた時からオースティンが。だからそれを見守りたいけどさ。そうですね、まあだけど頭痛いな、契約してる DeNA とすればな、球団が一番頭痛いと思う。いや暗くなっちゃうよな、うん、みんな一生懸命やって男は黙って投げるだけって、うん、ねエスコバが投げてるけど、本当にあそこまで調子が悪いのにマウンド登ってくれてさ、はい、痛いやかゆいや言わんで、うん、やってくれる外国人っていうのはいいよな。ですよね。いやだから外国人、例えば阪神のミエセス選手でも率先して練習したりとか。お前2軍行ってお前打ってんだから。そう、率先して2軍。逆転、お前逆転満塁だぞお前。やっぱ大阪のおばちゃんはすごい。そういう外国人選手ももちろんいるんですよね。総じて真面目だよ、うん、デビッドソンなんかファームに落ちてる時に、うん、ファームの試合やって阪神戦、はい、家族が来てたんだよ、はい、一生懸命やってたもん。あ、そうだった。あ、やっぱこういう選手が打ってくれるとなと思ったら、うん、やっぱそこから上がってきて、はい、なんか聖金とデビッドソンで打ちまくった時があったんだけども、はい、なんかそこらは平等にできてるような気がするけどな、うん、やった分だけ自分に返ってくるというかさ、うん、でもオースティン打つか。打ちそうだもんな、あいつ。いやでも打ってたんですもんね。打ってた。そうなんですよね。だからもうオースティンの話はもう いないもんの話したってしょうがないの。でも今シーズンいないので、うん、来シーズンなんか亡くなった子の年を数えるみたいなもんだから、うん、いやそのちょっとちょっともう感じになってきちゃった。この話はもうつまんないよね。そうですね、まあ、来年にファンは期待しよう、まあ、期待もおかしいですけど、うん、俺は期待はしないし、うん、来年の動画では外してるよ、うんうん、スターティングメンバー外すよ。だって当てになんないもん。そうですよね。どうします来年、もう痛いけど俺出るって言ってやってみる、うん、絶対痛いって言ってファームに落ちるから。落ちますか。でも最終年なんで、やっぱそうだな。そう、痛いって言っても押して出るかもしれない。痛いって言いね、嘘つきながら出るかもなんだ。
いやまあまあそのぐらい疑われるぐらい、そうな本当何やってんだって話あるんですよ。そうなっちゃいますよね。そうだね、まあ、なんかね、まあ、ちょっとバウアーが来て刺激になんないのかね、あんなに仲良く、俺はお前いつ投げれるんだって、うん、6日開ける冗談じゃねえってふざけんなお前4日で投げさせろみたいな、はい、あんな選手が来てんのにオースティン心響かないんだろうね、多分怪我してる、怪我してるから、うん、ゆっくり直さないとこれはっていう、今仲良くなっちゃったな、バウアーと仲良くなっもうそんなに働かなくても金くれるぜみたいなオースティンが焚きつけるんですかね、バウアーに金くれるぜってさ言いますよ、バウアー、うん、そんなんじゃダメだって言って、まあそうだな、相手なんか言いそうだな、うん、熱い人なのでね、熱いからな、そうですね、まあね、バウアー選手がとにかくね、投手が早く、まあそうだな、まあそれは願うな、うん、あそれは願いになって、本当に CS に、はい、クライマックスシリーズに間に合ったら、うん、本当に大きな戦力になるから、そうですね、頑張ってほしいな、はい、はい